10月は税金に動きがある月なんですね。8月までの年金は仮徴収。10月からはその年の税金が確定してくるので、本徴収に変わるらしいです。私の家計もそれによって動きが出るのでしょうか。こんにちは、サガンです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。このチャンネルは、定年退職者のお金事情やその暮らし方について私の体験をもとにお伝えしているチャンネルです。今日はその中で10月の家計簿、定年退職者は年金のみで暮らしていけるのかということで公開していこうと思います。これに先立って10月の年金と税金関係については10月の年金と税金、所得が下がっているのに住民税が10倍って何?という動画を出していますので、10月の税金についてより詳しく知りたいという方はそちらの動画から先にご覧ください。この画面上のインフォメーションや最終画面のところから飛べるようになっています。では、早速、今月の家計簿を見ていきましょう。10月は税金関係に変動がある月なので、前回の8月の税金を併記しておきます。参考にしていただければ幸いです。では、画面をご覧ください。はい、では、10月の家計簿、収入の方からご覧ください。年金の額面です。207,950円。なっています。先月と変わっていません。はい、10月の税金社会保険料の支出面です。10月は8月に比べて税金面が大きく違っていますので、ちょっと違っていることについて説明していきます。こちらが10月の欄、こちらが8月の欄になります。国保はですね、前回は19,150円でしたが、12,750円に減っています。介護保険料は前回は7,900円でしたが、10月は7,160円に減っています。ここのところなんですけれども、8月はちょっとイレギュラーな月、調整をする月のようでしたので、通常の月との比較ということで、6月の、金額にはなっています。それから住民税なんです。ここをびっくりするんですけれども、8月まで700円ずつ引かれていたものが、まあ2ヶ月にすると1400円ずつ引かれていたものが、1ヶ月に換算していますが、10月は倍の7200円。まあ2ヶ月で言うと14400円、天引きされてきました。10倍増えてんですよね。給料が安くなってるのに。これはなぜかというところ、ちょっと皆さん驚かれると思いますが、まあちょっとおいおい説明していきます。で、あとは変わっていません。住民税は2つあります。こちらが国民年金から天引きされる額で、ここが10倍になっています。で、もう一つの方の住民税は、天引きではなくて、振り込み、依頼書によって別途支払っている、現金で支払っている金額の方です。で、所得税はですね、国民年金ではなくて、共済年金から天引きされています。ここと、ここは8月と変わっていません。変わっているのはここですね。はい、トータルするとですね、こちら10月、こちら8月ですが、10月は8月に比べると640円税金が安くなっています。ですが、私はちょっとがっかりしましたね。なぜなら、10月から税金がかなり安くなるはずと、まあ、踏んでいたんです。なぜなら、一昨年より去年の方が給料が少ないから、その給料が減った分が税金に反映されて税金が安くなると見通しを持っていたわけです。ですが、だから、1万単位とか2万とかそのくらい減ってくるのかなと私思っていましたので、それが640円だけ安くなっていますよという結果だったので、
がっかりしました。ですね、給料が減っているのに、なぜ税金が大して変わらないのかについては、別途動画で、所得が下がっているのに、住民税が10倍って何？という動画で解説しているのでご覧ください。60歳以上の方は、こういう現象がですね、ご自身にも降りかかってくる可能性があります。ぜひ見ていただくといいかなと思います。はい、2番目です。生活関連費です。生活費、主に食費が71,179円。医者と車代関係がなんとありませんでした。車、ガソリン代ですけれども、先月末に入れたガソリンで1ヶ月持ちましたので、10月はガソリン代の出費がありませんでした。それから電話通信費が、まあ、内訳ご覧のような感じで、だいたい1万1000。ほぼ固定費です。それから今月は公共料金のお金が増えてます。上下水道3210円、ガス2098円、電気4735円、NHK 1225円、保険8394円、趣味8860円です。公共料金の金額が増えているわけですけれども、これは格付き、一月おきに来る公共料金が増えているだけなので、無駄な出費で増えたというわけではありません。ただ、冬場に向かっていきますので、電気とか、まあガス、灯油代ですね。このあたりが、まあ、5倍くらい増えていくかもしれません。こっち1万円近く、まあこっちは2万円から 2.5 倍くらい増えていくかもしれません。はい。生活関連費は今月は117,130円となっています。はい。3番目、特別支出の合計です。まあちょっと近くの温泉でね、プチ遊んできましたので4210円かかっています。まあそれだけですね。では、支出の合計見ていきましょう。1番税金、2番生活所雑費、3番特別費。が支出の合計になります。39,922円足す117,130円足す4,210円ということで支出の合計が147,915円となりました。はい、それでは収支です。収入が207,950円支出が147,915円で今月は60,035円の黒字となりました。はい、パチパチです。はい、それをグラフに表すとこんな感じになります。青い部分が税金。このオレンジの部分が生活所雑費ですね。それからこの小さな灰色の部分が特別出費で、黄色の部分が貯蓄、黒字の部分となりました。はい。では、これが今月の貯蓄状況になります。10月、60,035円、貯蓄ができました。本来42,000円を目指しているところ、大幅に貯蓄になりました。黒字の要因はですね、やはり先月と同じで、大きな特別出費がなかったために、まあまあ、健全な家計になったということです。で、合わせて食費を今節約しています。その食費の節約状況はまだここには反映されていませんけれども、来月1万くらい食費減らせていたらいいかなと思っています。今月は7万かかってますので、6万でやってみたいなと思いますね。はい。それで、それをグラフに表すとこうなります。はい、10月が60,035円なので、ここにグラフの棒が立ちました。一見ですね、赤字が2回しかなくて、黒字が
陽性になっているように見えるんですけども、目安は、貯蓄の目安は4万なんですよね。ちょっとここに線を引きたかったんですが、引けなかったので、今こんな風に、架空の線を引いてますが、4万のラインでもって比べてみると、かなり落ち込んでるんですよね。ここも4万ギリギリ、ここは4万に満たない。まあ、こことここは赤字。4万よりも超えているのは、ここと、ここと、こことここですかね。なので、まあ、貯蓄額もですね、目指すところには、ちょっと遠いかなという段階です。あと残すところ2ヶ月です。どこまで追い上げるか、自分でも楽しみです。はい、ということで、今月の収支の結果をお知らせしました。はい。今月も黒字が出て、私的には一安心の結果となりました。が、これはあくまでも特別支出がほとんどないという幸運によります。何もなければ年金の範囲で暮らせることは分かってきました。が、特別支出というものはいつあるのか、いくらの出費になるのかということは、特別な支出になってみなければ分かりません。そのために年間で50万は貯めておきたいというのが私の願いなのですが、今年もあと2ヶ月、目標達成は結構難しくなってきています。はい、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。本当、いつもありがとうございます。次回の動画でまたお会いしましょう。サガンでした。See you! バイバイ!